日本三大悪女その2、日野富子。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は日本三大悪女その2、日野富子について紹介していこうと思います。日本三大悪女の一人として知られる日野富子、室町幕府八代将軍足利義政の正室として知られる女性です。歴史上で悪女悪女と言われる人物の人生を紐解いてみれば、意外と悲劇に遭っていたり同情できる点も多かったりして意外な面も見えるのですが、日野富子はどうでしょうか。それでは悪女エピソードを紹介していきましょう。足利義政の正室。日野富子は1440年、永享12年生まれ。室町時代の後期から戦国時代初期にかけて生きた女性で、室町幕府八代将軍の足利義政の正室です。実家の日野家は藤原北家の流れを汲む道場家であり名門です。足利将軍家は三代の足利義満の頃から正室は日野家の女性とするのが慣例となり、以後とびとびではあるものの、6代にわたって日野家出身の女性が正妻、御台所の座についています。富子は代々の慣例通り16歳の時に4歳年上の義政と結婚しました。この義政の母茂子も日野家の出身で、富子の大叔母にあたる人物でした。義政の乳母や側室らを次々と島流しに。結婚したのが1455年、弘昭元年。それから4年後の1459年、長禄3年1月9日に待望の第一子が誕生しますが、なんと生まれたその日のうちに亡くなってしまいます。富子は悲しみと怒りの矛先を義政の乳母である今参りの局に向け、彼女の呪いのせいで子供が死んでしまったのだとして島流しにしてしまいます。実際にそういう噂が立っていたとも言われていますが、実は義政に寵愛されていたために乳母として、以前は義政の妾説もあり、義政の母である茂子とも対立していたようです。後に富子も大いに政治に介入するようになりますが、この茂子も息子の補佐として政治に関わっていました。茂子にとってもかなり目障りな存在だったかもしれません。今参りの局を流刑に処したのは富子であるとも茂子であるとも言われますが、代々将軍家とズブズブの関係にある日野家に目をつけられたのが運のつき、今参りの局は琵琶湖の沖ノ島に流されることになりますが、結局命をも狙われることになり自害してしまいました。富子はさらに義政の側室4人も追放しているのですが、そのうちの一人、大座千佐子は今参りの局の同族でした。縁は薄かったと言いますが、同族であることから今参りの局の流罪に連座する形になりました。後継ぎとなる男子が生まれず、第一子のあまりにも早すぎる死から数年、1462年寛正3年とその翌年に子供を授かりますが、どちらも女子でした。相次いで生まれたのが女子だけとは落胆も大きかったでしょう。男子を産むことこそ正妻の一番の仕事です。結婚から10年近く経ってもそのような状況だったため、義政は実子の後継ぎを諦め、仏門に入っていた弟の義仁を還俗させ、足利義実と名乗らせて後継にする準備を始めました。これが1464年、寛正5年のことでしたが、その翌年に状況は変わってしまいます。富子はついに待望の男子を授かるのです。この生まれた子、義久の存在が争いの火種となってしまいます。応仁の乱のきっかけとも言われる義政が後継にと考えた義実、我が子が可愛い義政もさすがに自分が還俗させてまで擁立した弟を、
さあもう用なしだとばかりに放り出すのは気が引けたのでしょうか。まずは義久が成長するまでの中継ぎとして義見を将軍にしようと考えますが、ことはそう単純には運びませんでした。当然富子は溺愛する我が子義久を将軍にと望みます。義久誕生前に義政は室町幕府の慣例である細川勝元を義見の後見として任命していました。幕府内では相当な権力を持った人物です。富子はそれに対抗するように義久の後見として山名宗全を擁立。実際はこの辺りの出来事に富子は関わりないという説もあり、こうして義見派と義久派の対立構造が生まれ、やがては富子の実家である日野家も巻き込んだ壮絶な将軍跡継ぎ争いへと発展していくのです。これは同じ頃勃発した慣例の畠山氏、芝氏の家督争いも絡んだおよそ11年にもわたる応仁の乱のきっかけの一つでした。応仁の乱で荒稼ぎ、これだけ見ると将軍跡目争いは富子よりも義政の優柔不断な態度が招いた結果、応仁の乱全体を見れば義久が生まれようが生まれまいが起こるべくして起こったようなものなので、これをもって富子を騒乱を招いた悪女とは言えないように思うのですが、ここから富子は思いもよらない行動に出るのです。富子は応仁の乱の全期間を通して細川勝元側の東軍についていました。義久の後見である山名側につくはずと思うが、富子自身はずっと義政の妻として将軍御所にあり、東軍のお膝元に属していた。本来の東軍側であるはずの義見は逆に東軍に居づらくなり出奔、西軍側に担がれた。であるにもかかわらず、富子は東西両軍に金を貸し付けていたのです。長きにわたる戦いには当然莫大な金が必要になります。そこに目をつけ、金や米を貸し付けては私腹を肥やしていたのです。富子がそれで得た資産は現在の価値で60億円はくだらないと言われています。時流を判断して稼ぐのは賢い証拠ですが、自分自身も絡む戦であっちにもこっちにもいい顔をして荒稼ぎするとは、人々の評判も最悪だったようです。それも当然、京都は長引く戦乱のおかげで町中が火の海になり荒れ放題、内乱に無関係の庶民が一番苦しまされたのですから。お土帝天皇との密通、我が子の将来がかかった争いに乗じて金儲けをしていた富子。1471年文明3年頃、お土帝天皇との密通の噂が流れてしまいます。これは足利将軍家の邸宅である室町邸、通称花の御所に避難していた天皇が富子の次女である火山院妙子と関係を持っていたことから広まった噂でしたが、もはやそんな噂がなんだというほど二人の関係は冷え切ってしまっていました。やがて対立していた勝元、曹全の両者が1473年、文明5年に亡くなってしまうと、義政はあっさりと将軍職を義久に譲って隠居してしまいます。すでに政治への関心を失っていた義政は、文化面で手腕を振るうようになります。義政は富子から逃れるように別の邸宅へ移り、二人は別居することになりました。夫に代わって実権を握る。東山慈照寺、通称銀閣寺の建築や狩野派との関わりなど、文化面でしかあまり評価されることのない義政ですが、初めから政治に無関心だったわけではありません。将軍となった当初は意欲的に取り組もうとしていたことがうかがえます。祖父義満の時代のように将軍の権力を強めようと働きますが、それはいい方向に進まなかった上、周辺には権力を狙う守護大名など様々な勢力がうごめいていました。その一端が妻富子の実家の日野家です。
強力なバックを持つ富子は盛んに政治に口出しし、義政は周囲に潰されるようにして発言力を失っていったのです。政治ではいまいちの義政に代わって実権を握った富子は有能な助決とも言えるかもしれませんが、富子がこれほど政治に介入しようとしなければ、義政はもっと善政を行ったかもしれません。富子はやっと実子を将軍に据えて実権を握ったわけですが、いつしか実子の義久にまで煙たがられるように。義久が25歳で急死すると、今度は政敵であったはずの義美の子義樹を将軍に擁立します。義美の子ではありますが、自分の妹の子でもあるから扱いやすいと考えたのでしょう。しかし結局は後見となった義美とまた対立、さらに義樹とも対立し、細川政元と手を組んでクーデターを起こし、今度は義政の甥にあたる義澄を将軍に据えました。ようやく落ち着いて幕府の実権を一手に掌握できると思いきや、数年のうちに他界してしまいます。富子の生涯は最初から最後まで権力を求めたものでした。特に義久の死以降、次々と自分の思うままになりそうな人物を将軍に擁立するあたり、権力への執着ぶりが見て取れますね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。